2022年の東京オリンピックが来週、北京で開幕する予定です。しかし、ボイコットを呼びかける声は、いまだに多く聞かれます。1月24日の記者会見で、アメリカ・フロリダ州のリック・スコット上院議員は、中国共産党の人権侵害を公に非難しました。中国共産党がチベット人や香港人、ウイグル人に対して、おぞましい人権侵害を行っているのは事実です。 中国共産党が大量虐殺を行い、弱い立場の地域を冒涜していることは事実なのです。北京冬季オリンピックを前に、リック・スコット上院議員は、中国共産党の人権侵害について厳しく叱責しました。スコット議員はテニスの元グランドスラム、ダブルスチャンピオンのホース帥氏を引き合いに出し、中共政権の自国のアスリートに対する扱いを憂慮すべきものであると述べました。 彭水氏は2021年末、中国共産党高官の性的暴行を公に告発した後、姿を消しました。北京の競技に出場する選手たちをどれだけ心配しているかは言い表せません。 共産中国が宝水氏の口を封じ、行方をくらませたことを見てください。恐ろしいことです。私は IOC とバイデン政権に対し、アメリカ人の安全を守るために必要なあらゆる手段を講じるよう要請してきました。しかし残念なことに、それについてどうするのか、彼らからは一言も聞いていません。宝水の安全への懸念から、女子テニス協会は中国での大会を中止しました。 一方、世界中の多くのアスリートが彼女への支持を表明しています。その後、人権擁護団体やアメリカの議員を中心に、北京オリンピック開催に反対する動きが強まっています。 中国共産党の権威主義的な行動と、香港人、ウイグル人、チベット人に対する弾圧政策が常態化してはなりません。来る2022年の北京冬季オリンピックに参加することは、そのエスカレートする残虐行為を是認することに等しく、いかなる形の融和政策も、中国の圧政の継続を許し、我々の裏庭に招き入れることと、何ら変わりはないのです。 アメリカ政府は先月、来る冬季大会の外交的ボイコットを正式に発表しています。中共政権はこの動きに対し、断固とした対抗措置で対応すると宣言しています。NTD ジャパンがお伝えしました。